ミサスタをご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは、みさこです。今回は2024年3月に行ったジョージア編第3弾、夕食の様子をお届けします。それではレッツゴー。夕食を食べに来ました。今日はなんか一日中仕事をしていて、途中でカフェにも寄ってパンとかは食べてたんですけど、ちょっとお腹が空いたのでジョージア料理食べに行こうかなと思います。今日はですね、こちら、この青い扉のお店に入ってみるやっぱね、美味しそうだったんでドキドキ。上のね、ヒーターがね、すごいね、うおーってなって熱くて、ほうほうってやってたらね、一瞬消してくれました。寒くなったら言います。はい、注文は直接店員さんなんですけども、この QR コードを読み取って、メニューを見て、指差しで行けました。パスワードもね、書いてあるからね、ネットも完璧。なんかね、店内でパソコン開いてる人もいたし、あと、なんだろう、お一人様メニューじゃないけど、ちょうど良さそうなのがあったので、今日はそんなにがっつり食べなくていいかなと思ってるんで。ちょっと、でもワクワクしてる。店員さんめっちゃ優しい。はい、こんばんは。めっちゃ暑いの、暑いスープとパンとリボル、そしてワインで、いいお過ごしたいと思います。すごい良くない？待って、ここに幸せだったよ。これ何かな？オリーブオイルじゃない、バルサミコ酢だ。食べてみます。めっちゃいい。あ、絶対美味しかった。これ美味しかった、ありがとう、美味しかった。食べてないけどまだ。待って、上の全部パクチーじゃん。私パクチー大好きなの。美味しい。え、なんて言うんだろう、これ好き。かく熱々。そしてめっちゃ硬い。めっちゃ壊れちゃう。あ、めちゃくちゃ美味しいぞ、ここ。幸せ。ジョージア料理って基本的にシェアの文化だから全部量が多いと思ってて、一人で来れないよと思ってたんだけど、行ってみたらいい、行ったから分かったって感じ。
ゆうこさん、あなた黒くてね、ちょっと明るくしないとね、黒くてねダメよ、にゃんこさん、あなた黒くて普通Sorry. Ah, it's okay, it's okay. Yeah. Yeah, that's okay. 店員さんがごめんねって言ってるよ、にゃこさん。にゃこさん。にゃこさん、ダメなのよ。ね、ダメなのよ。お前、正気かみたいな話。ダメなのよ。あ、すいませんね、すいませんね。いや、めちゃパパ食後のコーヒー満足だ、これは、ここはお一人様来れるね、いいと思う。他にもメニューたくさんあるし、デザートも美味しそうだったけど、今日はこの後もうちょっと仕事をするので、ここまでお腹いっぱいになると眠くなっちゃうから、私ここはいい、おすすめできるわ。めちゃめちゃ満足です。いや、よかった。店員さんめっちゃ素敵だったし、あ、これもまたいい体験でした。最後、あの、ちゃんとジョージア語でありがとうって言ったら、もう I love you って言われてた。やったー。ちょっとスーパー寄って飲み物買って、で、帰りまーす。